今年7月にアメリカのオレゴン州で開催された世界陸上で男子フルマラソンに出場した西山雄介選手が9月28日竹上市長を表敬訪問しました。西山選手は松阪市出身の中長距離の陸上競技選手で、今年2月に行われた別府大分毎日マラソンで2時間7分47秒の大会新記録で優勝し、世界陸上では歴代日本人選手最高タイムの2時間8分35秒の記録を出しました。竹上市長から別府マラソン優勝、世界陸上でも活躍されましたが、大学時代とトヨタ自動車に入ってからと何かが変わったのですかという質問に、西山選手はトヨタには強い選手、お手本になる先輩がたくさんいて、その背中を見て学ぶことを続けて、試行錯誤しながら練習に取り組んだことが成長につながったと思いますと話しました。背中を見て自分も、学ぶことをずっとやり続けて、試行錯誤しながらずっとやっていたのが、今回こういう、成長につながったのかなと今回感じています。竹上市長はスポーツの良いところで松阪出身の西山選手が活躍すると市民がすごく喜ぶんです、オリンピック目指すのもそうですが、これからの活躍を期待していますと話しました。最後に西山選手からサイン入りのユニフォームを竹上市長に手渡しました。おー、ありがとうございます。頂戴します。一応ちょっと説明をこう松阪市民の方々からの、応援っていうのはすごく自分も嬉しいですし、本当に力になるっていうのをすごく感じています。自分は次は、最大の目標であるパリオリンピックに向けて、また取り組んでいきたいと思いますので、その際もたくさんのご声援をいただけると、力に変えて、頑張っていきたいと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。はい、西山選手のさらなるご活躍を期待しています。